いや今日はねよく寝たんで結構早く起きたんですよね。なんか寝とった親父から電話がかかってきてねあのまあまあ大丈夫か言うて電話がかかってきて、もうそれで2時前ぐらいにはもう起きとったんで、めっちゃ余裕あるわ思って、まあ昨日汗かいてなかったんでね、全然仕事ラックで、ねもうお風呂もまあ時間あったらでええわ思って、時間あったのにね、結局何やかんしとったらもう4時回ってもうてね、時間なくなっちゃったというわけでね、積み地の方出発します。それはもう直射日光が、もう今日は細かどでしたけど直射日光がえぐい。じゃあ行きましょうか。日差しがすごいな。ついつい今日な、おーおーおー、次々来るから行けませんな。え、まだ来んの？あ、ありがとう、ありがとう。マダムが道を譲ってくれました。20時過ぎですね。いやーマジで疲れたでおい最後ね、もうお水をバラでね、結構何ケースも下からこう持ち上げて積むのが大変ですよいつもみたいにこうパレットが積み替えないと全然なくなんですけどね。おーいっぱいやったな。ちょっとどっちかなと思ってたんですけどね、まだ休んでる、ま、確かに休んでるとこもあるし、溜めとったもんをボーンと出してるとこもあるんでね、まあなんぼあれやね、不景気や言うてもこういう時はバッと忙しいですね。よっしゃ、あーもうこの季節になったが、積み込み終わりにコークをいただくという。コーラがうまくなったおい。ね、行きますか。はい、出発して間もなくでございます。左からのね合流が来ておりますが、おっとここでねちょっととっさの判断必要でした。これね、前のトラックが急にこうハザード耐えてね止まろうとしてるんですね。だからこう急に僕も水を譲らないといけない状況で、右からね車も来てたんで右にかわすこともできなかったんでね、これこういうことがあるんでね、前方っていうのはねじっとしっかりね見とかないと急にね状況が変わることがあるんですよね。ですんでね、よそ見してたら状況いっぺんに変わってることっていうのがありますんでね、しっかり前方は注意しておきましょう。さあ早いですが、ちょっとお腹が空きましたんでね、藤枝へやってまいりました。怪力屋さんがあるということなんで、ちょっと空いてたら行ってみたいなと思いましてね。あ、空きになっとるからここ行ってみようか。この向こうから行ってみようか。
やってるんでしょうか、帰り際さ。時間短縮とかしとったらね。あ、開いてるな。開いてるわ。ちょっと行ってみようかな。ありました、唐揚げのセットにしましたね。ラーメンは大、ご飯は大無料だったんで、ご飯も大にしました。というわけで早速いただきます。ちょっとねいい感じに、ツイッターのね写真とか撮ってたら、僕の好きな感じにいい感じにちょっと伸びております。さらにね麺が増えてですね、最高に、いいような、私にとってはいいような状態になっております。さあ、初めての怪力屋、いや非常に美味しいでございます。私怪力屋さんね初めてなんですけども、私のね大好きな醤油豚骨、結構こってりめの醤油豚骨、お、何か毛のようなものが入っておりましたが、一切気にしません。どけたらしまいです。いやー、ご飯も大盛りでね、これは今回食べ応えたっぷりありますよ。はい、こちら唐揚げもセットですね。こちらの口元ちょっとご覧ください。見えましたか、今肉汁の飛び散る様子が映ったと思います。決定的瞬間であります。いやー、このねめちゃくちゃジューシー、このね噛んだだけで肉汁がビュッと飛び出るぐらいのジューシーさ、非常に美味しい。いや、今回のねこの怪力屋さんね、字はね、怪力の怪は あれですね、元大関怪王の怪ですね。いやー、いいですね。あの右上手が得意の片手でねリンゴを潰すで有名な元大関海王ですね。いやー、このね左四つ右上手十分の大関海王のようなね、がっつり私の食のハートをがっつり掴むような、この醤油豚骨のお味でございます。私ちょっとドハマりしております、今。さあ、さらにここで嬉しいことが、このおろしニンニク、これ刻みニンニクのもありましたね。トッピングがね、あとねネギも結構ね盛り放題みたいな感じでね、トッピングコーナーに置いてありました。ネギもたっぷり入れてきたんですよ。でここで、ごめんなさいと言いつつニンニクをたっぷり投入でございます。いや、私ですね、このうわっとおろし場の人らにね、これからおろしに行くところにね申し訳ないと言いながら、あー、たっぷり入れております。聞いとろー。いやー、これね最近ね私まあね567の影響でマスクをねしますんで、ええかなーなんて思ってるんですよ、勝手にね。まああまり入れすぎるとね体中からニンニクの匂いが漂ってくるんでしょうけども、もうマスクをねするようになってから多少はよろしいかいなというふうに思ってですね、ニンニクをちょっと多めに入れてしまいました。いやー、このねお汁とチャーシューのたっぷりいったやつでご飯もいいちょいんにゃどや顔。いやー、このね藤枝パーキングの怪力屋さんね、まあ普通のねチェーン店でもあるんですけど、なぜ私はこれまでスルーしてきたのか、悔しくて仕方ありません。さあ、あとはですね、さまざまなアングルからですね、バクバクと食いまくる、ひたすらひたすら食うのみという映像をご覧いただこうと思います。
お父さん、ちょっと今からお下品なことをさせていただきます。このニンニクたっぷりのスープに唐揚げをつけてですね、バゴッとイートイン、決まった、たまりません。さらにお下品なことは続きます。このスープをご飯にたっぷりかけて、さらにですね、チャーシューの方も乗せてですね、しっかり混ぜ混ぜして残りのご飯を一気にかけ込む。うまい、うますぐる。いや、今回の怪力屋さん、私は非常に好みでございます。大好きなお味でございました。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ではまたね、明日の動画でお会いいたしましょう。バイナラ。全国のマダムの皆様、お待たせいたしました。天才ぼやき様の登場でございますわよ。ぼやきからの最後のお願い、高評価ボタン、チャンネル登録絶対お願いいたしますわよ。